おはようございます。おはようございます。おはようございます。ボディービルディングの人たちの体に見えて照明は全く一緒なんで、うん、最もいい、目立ちやすい、最も自分に合いそうっていうものをチョイスしちゃった方がいいね。あ、うん、それのが安全だよね。そうですね、はい、うん、それで決めていっちゃった方がいい。なんかグレアム会長さんが昨日おっしゃってたやつあったじゃないですか、はい、あれはグレアム会長さんがちょっと興奮してきて、はい、来年ベトナムとインドネシアとメキシコで開催なんですね、はい、でその時に各国の会長さんたちが私たちの国でどうぞやりたいですってプレゼンをかけたんですよ、ね、僕たちまだプレゼン1回もかけてないじゃないですか、はい、2023年ジャパンやってみないかってなって、でそのやる気あるかみたいな感じだったんで、できますって言って日本語でできますみたいな、やりますって言ってイエスって言ってそしたらあの一応確認のメールが先ほど来て、はい、一応それは僕たちが2023年にジャパンでアジアパシフィックをやりたいっていう気持ちなのは理解してくださりましたかって来たんで、もちろんやりますって言って、で一応なんか実現に向けてお話ができるかもしれないんで、日本で世界大会が実現できるかもしれません。すごい、うん、で WFF 一応スポーツモデルプロ WFF になるんで、 WFF のスポーツモデル選手出場する人たち以外は、またジャッジとかも同じ、このこういう感じの、今度は出る人たちは出る、出ない人たちは審査員って感じ、同じ、一応ジャパンと形式上は何も変わらず、あそこに対して海外の会長様たちが来てって感じだから、うんうん、すごい、うん、寂しい、おかげさまです。いやいやいや、うん、みんな日本で活躍してくださったの、いやいや、あの人は多分見てくださったと思うんです。あ、よかったよかった。最後にイエスって言いました。あ、そうですね。あ、レッドマカイマンさん、またいっぱいすっごい勉強してきたんで、今日3時間フルコースだったんで、ちょっとみんなで共有していきましょう、はい、みんなに知ってもらうことでね、その結局僕だけそれを持ってても何の意味もないんで、みんなでその情報を共有して勉強していきましょう。はい、お願いします。はい、おはようございます。おはようございます。1食目、昨日の朝と一緒、ほとんど変わらないです、うん、そうで今日はちょっと炭水化物がさらに多くなって、はい、はい、細かく取っていきたいと思います。はい、はい、卵白が 200g、 全卵1個と、はい、アスパラと、なんだっけ、タイ米です。そう、タイ米です。ジャスミン米、ジャスミン米です。はい、いただきます。はい、いただきます。今12時半、あれから2時間、うん、1時間半ぐらい、2食目、はい、まあなんか昨日と一緒でマグロがあったので、マグロとライスとアスパラ、はい、これ食べて、そうだね、試合会場にちょっと見に行って、で買い物してトレーニングして、でまたご飯って感じにします。はい、はい、いただきます。はい、よいしょ。
And last but certainly not least, from Japan, please welcome Mamoru Tomoto. So Rosalind, can you just move across the stage a little bit? Thank you. Thank you, Mamoru. Thank you. And of course, we had our meeting last night, so we agreed that the Asia Pacific for 2023 will be hosted by Tokyo in Japan. So thank you, Mamoru. Okay, so we make, okay. Yes, please come on stage. Daniel, we have our over 50 winner who also participated in the judging. ミール3、うん、3、まあ、あのかぼちゃか芋を食べて少ししてトレーニングに行くので、で白米また後で食べるので、はい、ちょっとこうお腹がね、あのパンパンにならないようにして、はい、頑張ってきます。はい、イエスサー。うわ、プールで撮りた。うまい。ちょいやね。
なんかちょっと伸ばすような感じ、うん、いらないですか。この辺ぐらいまで塗っていい？あ、全然いいよ。すげえ。これでいいかもしれへんな。ねえ。変わるんですね。すごい。パナッタの方がいいかもしれん。セクシーより。だけでもいいかもね。うん。下地いらないかもね。めっちゃいい。ちょっと脇は洗うのめんどくさいわ。うん。オッケーオッケー。いい感じ。金星の走行線に沿って、ちょっとここも塗ってもらっていい？ちょっとこっちも、うん。こういうところとかはもしかしたらあれなのかもしれへんな。下地作っとった方がいいかもしれん。じゃあこのさパナッタをあんまりなんていうベタベタに。ベタベタには塗らんけど、そう、なんていう、薄めに塗ってたら綺麗に見えるっていう。ミッドは特に。あ、カーリングクリームでいった方がいいね。うん、あなたで行こうか。この色だったから。うん、あ、さ、コウスケ君さ、はい、2対1のさ、はい、多めに作ることできる？はい、やろうと思います。お願いします。すずさん、さとこさん、まなちゃんまでちょっと視野入れといてもらっていいですか？あ、わかりました。こっちだ。で、パナッタの場合だったら一本塗りがいけるんですよ。はい。こっち下地、もうちょい黒くてもいいかもしれないね。そうですね。もし混合でいくならベース塗った方がいいかもしれない。でも、そのままでもいけそう。でも、レッドに行ったらパナッタになるんだね。なりますね、はい。だいぶ近いですね。近いね、近いね、はい。そんなに変わらん。うん。パナッタの方がマット感もあるよ。マット感、ちょっと黒の強さはパナッタの方があるかな。うん、あ、でもだいぶ可愛い。こっちのなんか、こっちよりこっちのマットじゃないから、これにバセリン入れた方がなんかすごい。うん、で、もしこっち行くんだったら、ややプロタン。うん、ややプロタン。はい。こっちは一色でいけると思う。こっち行こうかな。どう？色を見てて、うん、どっちの綺麗？でも両方とも綺麗よ、うん、結構好みの問題だ、うんうん、と思う、うん、両方とも審査基準上は1超えてる、うん、あ、両方とも超えてる。どっちが自分に似合いますか？ちょっと一回あれしてみようか。もうちょっとこっちが少し塗ってみようか、はい、少しだけ、うん、僕的には結構パナッタ、うん、結構お気に入りというか、一撃でそう思ってるんだったらそういった方がいいかもしれない。一撃で、うん、なんか周りと違うじゃん、ちょっと、うんうん、いや、パクサマンさんの時の衝撃がもう忘れられなくて、うん、あれを放ったって聞いたからもう、そんな集めね、はい、あと、ゆのくんね、ゆのくんとか、ゆのくんはワセリン塗ったんですよね。あれ、そうですよね。光沢強かったですね。そうですよね。だからあのワセリンと、うん、なったでもういいんじゃないかな、うん、そうだ、それに濡れてるよ。はい、今めっちゃ濡れてるよ。はい、うん、女性はこれにしとく。そうしましょう。で、プロタンにこれだね、うんうん、女性はそうですね、うん、なんかこっちの方が男性パナッタ一撃でいける、うん、そうです。じゃあマナちゃんのも一緒にビルさんしちゃっていいですか？そうしましょう、そうしましょう。男性の場合はみんなでもこっちの方がいいって言ってて。あ、なるほど。はい、セクシーがいい。そしたらもうパナッタ一本でいっちゃったわけよ。僕はそうですね、うん、アサル君たちは結構焼いてるから多分。そうだね、そうなんです、うん、だからこっちの方がいい。そうだね、こっちだね、うん、こっちだね、うん、焼きがあれば強く見せるのはやっぱり右かな、うん、パナッタだね、うん、で、時間経って上から厚塗りしちゃえば。で、しかもドライさも全然消えてないし、はい、もうワセリンめっちゃ温めた方がいいですよ。めっちゃ温めた方がいいですよ。振る。うん。僕パナッタ、うん、ちょっとさ、これ貸してもらっていい？ちょっとまずいな。
払ったかな。そうですね、心配しなくて大丈夫だった、うん、しかも下地いらない、うん、めちゃくちゃいいね。まあ気持ち的に楽やな、そっちの方がね、うん、え、でも、ね、どっちもだいぶいいよ、うん、どっちも、うん、体が良くて、うん、もはや我々判断できないレベルいやいやいや、とんでもないです。でもパラッタ一色で、はい、その選択は間違いないと思う、うん、全然迷わず行って大丈夫かな、はい、絵にモスマスキラが来た、また開けるね、めっちゃやばい。これで忘れに調節してみます。お、そのぐらいいけば頼む。倒れちゃう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 。この部屋寒いんだよね。あ、いいね。いけるっすね。あ、これで大丈夫だ。あ、すげえいいかも。このままでいいかな、うん、で、女性は混ぜた方かな。そうですね、うん、女性はっていうか、和樹君はパラッと一本でいっちゃって大丈夫だと思う、はい、重さがあるですね、はい、でも明るいちょっとライト感を出したいんだったらその 2色の方でいくのもありかもしれないね。けど今日の照明だったらその何も下地なりでパラッとで十分いけると思う、はい、その選択で上から忘れにめっちゃ無駄なくいけばもうスーパー温めたやつ持っていけば大丈夫だと思う、うんうん、あなた塗って時間結構空けた方がいいかもしれない、うん、うんうん、そうだね、もうで、うん、ちょっと乾かした、うんうんうん、早めにその集合した後にもう塗っていったらいいですよね、うんうん、そうだね。そしたら明日結構シュウさんのちょっとタンクリームお願いします。あ、もちろん、はい、お願いします。そしたら僕たち女子は全員混ぜたらいいんですけどね、うん、混ぜていきます、はい、そしたら今からスーさんとか私たち行ってくるんで何かあったらすんないから、はい、もうそのまま自信持って大丈夫です。あ、ありがとうございます。今からちょっと混合塗るのめっちゃうまいね。はい、めっちゃうまく混合したね。あの、タケトに教えてもらいました。あ、塗ってもらったんで。うまいうまい、はい、あ、あの時ですね、去年。そうそうそう、ついでにコンディション見てもらえたからもういいや、もうそれ大丈夫、はい、それ大丈夫大丈夫、もう寝ていいよ、うん、いや、あ、水抜く水抜いてカーボを下からもう膨らましちゃっていいんじゃないかな、はい、はい、それで大丈夫です、はい、ありがとうございます。明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。お願いします。高木さん急遽オフィシャルカメラマンだったんでお願いします。暴れます。私が書いてあげてセクシーで、あ、セクシー、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかさ、連絡はい、ありがとうございます。いいね。いやいい、ほんまいい、いい、すごいな。じゃあ結構メンタル的にもあのパナッタ一本でいったらいいよ。そうだね、うん、楽やし。ちょっと写真撮ってくよ、ちゃんと気持ちが楽。そう、自分でこれやと思わせて言った方が。そう、 OK です。はい、あと何色だ。あ、今何色目。4色目。はい、4色目はこちらっていうの冗談で、はい、まあ白米と時刻は8時で8時でございます。はい、はい、高弘くんの携帯、はい、で朝ごはんと同じメニューにしてしました。ちょっとで、あと1回食べるかな、同じメニューかな、うん、はい、これ食べて明日の朝は試合が早いのでちょっとどうスケジュール動くかもわからないのでこの状態でいきます、うん、ありがとうございます。いただきます。はい、明日朝8時集合。8時前だね。8時前集合、うん、予定では9時過ぎぐらいにスポーツモデルが始まるんで、うん、その前に1時間以上前ぐらいにカラーリング開始して、はい、パンプアップしたいって感じですね、うん、今の心境はどうですか、カズくん。今の心境は、うん、もう素直な感想、何も思い浮かばないとか。何もない。何にもない。
まあ、このタイに挑戦しようと思ったきっかけは、きっかけ、そうだね、ナバっていう団体がすごい好きで、で一番最初コリアがすごい、ね、すごい好きで、ナバコリアナバコリアってずっと思ってたんだけど、なんかそのナバの理念とかを知るうちに、そのナバっていう団体自体が好きになって、それが日本で開かれるってなった時本当に嬉しくて、でそのなんかこう、ね、開かれたことによって、その要はナバのさ、日本人が世界大会に出れる、要は各国からみんなが見てくれるチャンスができたわけじゃん、やっぱりそれで日本人がすげえって思われたいんだ、いろんな世界の人から、そう、だからなんかそれのなんか一つのきっかけみたいなのに自分がなれたら、もっとこうね盛り上がれると思うし、そうプロ選手になったからこそそれはやっていかなければナバの繁栄にはならないのかなって、そうで自分は目指すところはまたコリアに視野を置いて、そうやっていきたいなっていうのはあります。以上です。なるほどね、素晴らしい。やっぱりあのナバコリアにこだわってて、まあ、ナバジャパンに2019年から運営の方に携わってたわけやん、でもその僕はコリアのプロになりたいからって言って出てない気持ちもあったけど、やっぱりそのナバジャパンのプロがといろいろこう出ていく中で、やっぱ俺も出たいなっていう気持ちもやっぱ出たあったわけやん。そうだね、なんか、どっちかっていうとステージに立ちたい、舞台に立ちたい、19年用意して、やっぱ 2、3 大会自分のコンディション作って流れちゃったから、本当にあの時は辛かったから、そう、まあ、それで、2021年、去年の9月、出て、あっさり1回目に出てプロになって、いやいやいや当たり前のごとく、いや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 さらっとプロになっちゃって、いやいや、プロ戦も3位になって、ねえ、でもまだ3位だからね、やめてそんな言うの、いやいや、そんなやめてそんな言うの、いや、ほんまにすぐと思う、いや、全然やりだしたタイミングも挑戦してる大会も全部一緒やし、だけどずっと俺の上を行ってる、違う、まだ勝ったこともないし、だからやっぱなんかこう身近におってすごいなと思うな、いやいや、たまたまだから、人が評価する問題だから、たまたまとかはないよこの競技にやってきたことが出るから、まあでもほんまにな、俺もそうやし、和樹もそうやし、そう2017年のサマッサに出た時はその、まあ、俺もそうやし和樹は特にそうやけど、なんか誰かに憧れるみたいな、そういうのってあんまりない、誰になりたい、誰々みたいになりたいみたいな、そんなあんまりなくて、まあ、誰々がかっこいいっていうのはあるけど、でまあ、その中でそのなんか自分のスポーツモデルっていうのを作ってると思うよな、和樹を見てると、でまあその2017年の時とかって、まあ和樹はそのサマサで優勝したけど、まあ結局そのフィットネスのさ、俺らにとってはすごい大きな始まりやけど、周りの人にとってはさ、まあ、別にまあ、 あの人誰ぐらいの感じやん、知られなくて当然みたいな、でも今はスポーツモデルする人は多分大体もうほとんど和樹のことは知ってると思う、でそういうなんかすごい存在になって、ありがとうございます。だからそういう人がさ、
なんか増えていって、でなんか、なんかこれからそのいろんなところに大地君もそうやし、うん、挑戦してるわけやん、うんうん、だからほんまになんか、なんか後に繋がるよな、そのこれから挑戦する人らのためにも、うんうん、でなおさらね、スポーツモデルっていうのが、うん、言葉で出てくるのが嬉しいよね、うん、フィジークとかボディービルじゃなくて、確かにスポーツモデルって言われるのが嬉しいというか、確かに、うん、日本でスポーツモデルって何って言われてたもんな、うん、今海外でスポーツモデルって言われるぐらい、うん、まあこういうとこに来てるからっていうのもあるけど、うん、まあ、それでもだいぶ浸透してきてる、うん、以上です。ああ、うん、ね。彼はやってくれますよ。まあでもなんかほんまに結構いつも身近におるから、ガイロも見ててわかると思うけど、うん、オフがないぐらいのオフのコンディションや。うん。多分減量幅はほんまに、俺前の YouTube でも言ったけど、はい、減量幅はリアルに多分 3,4 キロとかやろ。うんうん。やと思う。うん、それをさ、なんか和樹さんはオフそんなに太らないからみたいな感じで思ってる人も中には絶対いるけど、うん、めちゃくちゃ難しいことだからな、それが一番、うん、うん、確かに、じゃあお前もやってみろよっていう、うんうん、オフに楽して減量頑張る人がほとんどや、うん、でもオフにこそ頑張らないと減量中頑張って当たり前やから、うん、だからオフの時点で決まってるって言っても過言ではないな、うん、どうですか、痛い、うん、ね、寝ちゃいそう、気持ちいい、うん、うまくない、めちゃくちゃうまいやろう、やっぱり15分1500バーツの価値はあるよね、あれ値上がった1200バーツか、高山の場合はあの選手コースじゃないから一般向けは結構ゴリゴリ行くで、はい、うん、強制で受けるっていう、あゴリゴリ行くタイプは2000バーツします、インナーしますね、まあまあ、はい、妥当っすね、うん、こういう海外に来てこうチームとしてみんなでこうフィルさんであったりかすみさんとチームのみんなでこう、ね、色の意見の出し合いであったり、確かにそういうのってめちゃめちゃいいなと思いましたね、うん、確かに日頃は絶対しないじゃないですか、うん、選手同士で、うん、あれどうあれどうみたいな、確かに、うん、でもそれをあのまあ、2019年とかもっと2018とかさ、はい、あフィルさんが韓国に出てた時はそういうのを、まあ、してた、うーんけど俺はそんなあのその輪の中には入ってないけど、うーん、まあ、すごいなみたいな感じで思ってたけど、うん、なんか今それを、まあ、自分がそうしてるって思うとなんかすごい不思議な気分、うーん、まあ、今回は別に俺はそれをしようと思ってきたわけじゃなく、はい、まあ、和樹のサポートで来て、はい、たまたまフィルモアさんが頼ってくれて、うん、こうしてあげてみたいな感じでそういうのする形になったけど、はい、まあ、でもそれも嬉しいな、うん、日本人かな、わざわざタイに来て戦ってんやからそこは一緒にな、そうですね、うんうん、みんなでいい成績残して帰れるのがいいよね、うん、だいぶ柔らかいですね筋肉はね、うん、
ラックスできていい状態ですね。柔らかい。俺と同じタイプだ。この柔らかいのも、なんていうの、無断に有酸素してないっていう。うまいこと足の疲労を抜きつつ、和樹の場合は朝にウォーキングしてるけど、それは聞いてないか知らんで、知らんけど、うん、外ウォーキングしかしないの、うん、マシンに乗ってウォーキングとかしなくて、まあ普通にしなくても絞れる減量幅やっていうのもあるねんけど、うん、気分転換にいつも朝ストレッチしてから腹筋ちょっとして外歩くっていうのが和樹のルーティン、うん、だから俺の家泊まりに来てもそれするし、うん、旅行行ってもそれするし、はい、タイでもそれしてるし、うんうん、で、そのリラックスしながらちょっと気分転換で歩いて一日がスタートみたいな、うん、雨の日もしてるって言ってた、傘さして、へー、うん、で、まあ、トレーニングは、うん、まあ普通にするやん。で、トレ後もなんかガンガン有酸素みたいな感じでもないから、うん、足にも疲労がたまりにくい、うんうんうん、これが俺も経験したことあるけど、もう大会直前になって有酸素死ぬほどしまくって仕上げた時ってもう足がもう何してもパンパンで、うん、もう常に足トレ後みたいな、で疲労抜けへんくて大会の前日ぐらいにやっとちょっとカーブを入れ出してマシなってきたかなみたいな感じ、うん、でもポーズ取ってても重たいみたいな、うんうん、だからそこら辺もなやっぱプロですよ、うん、はい、彼は。よし、 OK です。このまま寝てもらいましょうか。はい、はい、それではGood night.